私は東京でお腹が空いた薬学生。そんな中見つけたのがこちら、カロリー爆弾。でもその匂いにつられて体が勝手に動いて、気づいたら席に座っていた。メニューを見渡すと、なんじゃこれなんじゃこれ、ほぼ食べれるものやないかということに気づく。でもそんな中私でも食べれるものを発見。これならケト中の私でも問題ないということで、やってきたのがこちら、鶏ももパッと見だいたい150くらいといったところでしょうか。匂いが良すぎてわくわからんけど、ではいただきます。なんじゃこれなんじゃこれ。目の前にたくさんのお客さんがいて、オーバーリアクションが恥ずかしくてよくわからない反応になったけど、柔らかくて飛びそうです。ということでペロリと食べちゃいました。ごちそうさまでした。